今日は生駒山に登りたいと思います。三条遊園地までは行きませんが、石切駅から出発して氷炭山駅やったかな、か向田駅、どちらかに降りていきたいと思います。場所は住宅街の間を登っていきます。結構急な坂です。住宅街を抜けたところです。ここからちょっと山道の方に入っていけそうです。でも多分ね、これ舗装路がずっと続くような感じです。前は多分ここの閉鎖されてる道をまっすぐ山道に入ってきたんですが、多分登山道が荒れているので、こっちの舗装路を行くようです。ではここを越えていきます。はい、ここはまだ入り口のところなんですが、ここからでも十分街は見下ろせます。ハルカスも見えてます。では登ります。舗装路は続きます。ここからやっと山道に入っていくようです。します。今日もなぜか私が歩くときはいつも気温が高いのが多いので、今日も汗だくで歩いております。暑い、よいしょ、よいしょ。ここは草加宮川谷コースになります。よいしょ。してませんね。よいしょ。ここが岩坂山になるそうです。前の登山道だったんですが、通行止めになっているので、こちらの迂回路から回ってきます。迂回路を上がってきてます。だいたい迂回するとこって登らされるからちょっとしんどいんですけど、ここからは登らないみたいなので進んでいきます。はあ、暑いな。それにしても迂回して本来の道のとこまで戻ってきました。よいしょ。はい、ここに看板があります。なんですが、ちょっと上りが続いて
階段が続いております。気にやってきました。今歩いてきたのが石切駅からまっすぐ上がってきた道で、私はこの生駒縦走歩道っていうのをまだ上がっていきます。そしてこっちに行くとあけびの道っていうところで、草加ハイキングコースっていう方に行くようです。ちょっと紅葉してますかね。生駒縦走歩道まっすぐ行きます。来ました。このままこの松笠の道っていうところをまっすぐ行くと、草加ハイキングコース、宮川谷ハイキングコースが続くんですが、今日は私はこちらの右側の方に曲がって進んでいきたいと思います。階段を上がったところですが、ここで舗装路に出ます。で、右に行くと額田園地、そして逆に左に行くと草加園地拳の谷っていうところに行きます。私は額田園地の方に向かうので右に曲がります。街が見えておりますが、本当にいつ見てもゴミゴミしてるなと思います。まあ私もあの中に住んでいますが、もう緑が一つもなくて建物ばっかりです。まあ、だからね、たまにこうやって緑の中に行きたくなるんですけど、すごいね。はい、じゃあ出発します。ここでお昼を食べたいと思います。おにぎりいただきます。分岐です。ここを降りていくとまた石切駅の方に降りていけます。ここは寿司谷ハイキングコースっていうところになります。そしてここをまっすぐ舗装路を一応行く道があるんですが、ここからジグザグに登っていく道もあります。同じところに出てくるのでどっちを歩いてもいいのですが、どうしようかな。道を上がっていきたいと思います。
駒山頂に向かってここを登っていきます。山上に行くにはこの道を上がっていくと一番近いんですが、市議駒スカイラインっていう自動車専用道路があって、そこは横断禁止になっているので、遊園地のとこまで行きたい人はこの先の向田園地の管理道の方を歩いて、アジサイ園のところを通って駒山上遊園地に行かないといけません。で、今日は私はもう駒山上はもう行かないので、このまま、管理道の方を歩いて、そして駅の方へ降りていきたいと思います。実際園の近くの道なんですけど、この両側にもアジサイがいっぱいあるので、その季節になったらアジサイがいっぱい咲いていて、とても綺麗なところです。アジサイ園は前に来たことがあります。向田園地生駒縦走歩道の北分岐にやってきました、ここから私は鳴川園地の方向に向かって歩いていきます。もう生駒縦走歩道になります。で、生駒山上駅へ行くのもこちらから進むようです。ここに看板があります。では進みます。はい、ですぐのところに分岐があって、左側に行くと生駒山上駅になるみたいです。で、鳴川園地暗がり峠方面はまっすぐ行くようです。私の今日の予定では一応もう向田駅から帰る予定なので、こちらの生駒山上駅の方向へ向かって歩いていって、で降りていく予定です。分岐にやってきました。ここの道を左に上がっていくと生駒山上に行きます。で、私はこっちの、平岡公園って書いてる方に右に折れて降りていきます。よいしょ、では降りていきます。分岐にやってきました、こっちに降りると鳴川園地の方に行くみたいです。で、私はちょっとまっすぐ行ってみましょう。
近鉄平岡駅に向かう道がこっちに続いてるようです。分岐なんですけど、まっすぐ降りていくと平岡駅の方に行くようです。でここに長尾の滝っていうところを経由したら額田駅に行く道もあります。私のヤマップではなんかまっすぐ行くようになってるので、とりあえず平岡駅方面に向かいます。で暗がり峠、そして今降りてきた道を上に行くと生駒山上駅。ではまっすぐ降りていきます。来ました。近鉄額田駅に行きたいので、まあ、こっちをまっすぐ降りていっても行けるんですが、一応この看板に従って中展望公園事務所経由の道を行きたいと思います。できました。ちょっと降りたら駅の方だと思います。こっちへ降りていったら駅なんですけど、その道を右に曲がって登っていくと展望台があります。そこからの眺めもいいので、行かれる方は行ってみてください。また分岐に来ました。ここが平岡公園の中展望っていうところみたいです。すごいよく見えるな。案内があります。では近鉄の額田駅の方向へ降りていきます。平岡公園
口のとこまで降りてきました。近鉄三方駅に着きました。ここから電車で帰ります。